安心していいよ。イチトの立場は一人のプレイヤーだ。やってみた感想を気軽に教えてくれればいい。こっちから求めるのはその一点のみ。もっとこうした方が面白い、ここはあまり良くない、そういうので十分だから。今日のところはまずは簡単な打ち合わせだけにしておこう。 VR 鏡の国がどんなものか、そして先日一度が説明と再確認、今日はその2つだけ。帰りが遅くなるといけないからね。あの子ったらそういうところは相変わらずなんだから。他には何か言われたりしたのかい？本当に変わらないな。そこがニノの可愛いところなんだけど。安心して、こっちも一度も長く働かせるつもりはないから。あくまで学生のバイト、鏡学園の校則もあるし法律もあるからね。6時から7時の間に終われるようにするから。さて、じゃあそろそろ開発室に移動しよう。イシタの帰りが遅くなるときっとこっちまで怒られるからね。前回参加してくれた時はあくまでデモプレイが目的だったから、あえて説明しなかったんだけど。新アトラクションとして準備してあるこの VR 鏡の国は、あるおとぎ話と伝承の2つを土台にしてるの。鏡の国のアリス、あの世界観を参考にしてるの。鏡島の三鏡湖の下には美しい永遠の世界が静かに眠っている。そんな話とか聞いたことない？島の人なら一度は耳にしたことがあるはずだけど。あれ、もしかして知らない？
ところで邪魔になるなんて本当に予想外のことするね、杉並くんって。よくわからないけど楽しそうなお友達がいるんだ。話を戻すけど、鏡島の伝承では湖の下には常若の国があると言われているの。イルナノーグは妖精が住む世界のことで、それも常若の国として定義されるの。一応家の仕事に関係してるから勝手にいろいろ調べたりしてたんだ。でね、 VR 鏡の国はその2つを下地として制作されたの。時間が止まり、永遠の幻想が約束された光景は、その世界に住むキャラクターは鏡の国、プレイヤーを楽しませるように可愛さと陽気さをそれらをうまく融合させたのがこの VR 鏡の国というわけなんです。